皆さんこんにちは、エビサです。今回は初心者向けにソフトウェアの紹介です。今日は VLC プレイヤーを紹介します。 DVD が再生できない、見られない動画ファイルがある、このような方は VLC プレイヤーを入れることでそれらが再生できるようになります。では早速いきましょう。 google.com で VLC プレイヤーと入れてください。 VLC でプレイヤーですね。で、VLC メディアプレイヤーできますので、クリックします。はい、VLC メディアプレイヤーです。ダウンロードとありますので、そちらクリックしてください。はい、しばらく待つとダウンロードが始まります。40メガほどありますので、しばらくダウンロードが完了するまで待ってください。ダウンロードが完了しました。ではエクスプローラーを開きます。そしてダウンロードに行ってください。今ダウンロードしてきた VLC プレイヤーのインストラーをダブルクリックします。言語を選択します。日本語にしましょう。はい、次へをクリックします。はい、次へをクリックします。いろいろありますが、そのまま次へで大丈夫でしょう。はい、インストール先のフォルダを選択します。インストールします。はい、これでインストールが完了しました。完了クリックします。 VLC メディアプレイヤーが起動してきます。再生したいファイルがあれば、この VLC メディアプレイヤーの中に落とすということで再生できます。またそうではなくても、 VLCメディアプレイヤーで再生できる動画ファイルがあれば、もうアイコンも変わってますし、ダブルクリックすれば動画再生できますので、はい、これでほぼ全てのですね、動画ファイル、あるいは DVD 等が再生できるようになります。再生できないものがあって困っている方は、ぜひ一度お試しください。では、この動画は以上です。ありがとうございました。